はいどうもこんばんは、ヒロです。今日もシーバスリやっていきたいと思います。本日もいつもと同じく新中川ですね、僕のホームの河川でございます。今日もここでいつものようにシーバスを狙っていきたいと思います。でね、最近ここら辺で悪のボイルが結構湧いてて、今日もそれを期待して来てみたんですが、あろうことかなんと全くの無、水面に魚一匹おらず、ちょっとまずい。シーバスはおろかベイト一匹すら見えません。なんでだ？いつもこれぐらいの時間にはもうハクがね結構集まってて、それを食いにシーバスが来てるはずなんだけど、今日全然魚来てない。どうしよう、ちょっと期待外れだな。まあとりあえず気を取り直してやっていきましょう。とりあえずベイトがいないので、最初はちょっとパイロット気味にこいつカゲロウの 100F を投げていきたいと思います。こいつだったらね、ベイトが仮に薄くてもシーバスを食わせる能力あると思うんで、投げていきたいと思います。では1投目、そんな日によっているいないって変わるのかね。なんかシーズンだったら毎日同じような場所でハクが固まってるイメージがあるんだけど、日によって違うんすかね。違うとこに固まってるとか。でもここ結構いいと思うんだけどな。潮位もねそんなに高いわけでもないし、ハクいてくれても全然いいんだけど、なぜだ、困ったな。結構ボックスの中ハクありきのセッティングしてきちゃった。こういうこともあるんだな。どこ行ったんだろう。ちなみに今結構もう深夜0時ぐらいなんですけど、この時間の釣りは寂しいですね。周りに歩いてる人とかもあんまりいないし、すごい心細い。魚だけが友達だよ、寂しい。時たま魚跳ねてるけどボラだな。ボラが跳ねるってことはシーバスの活性も良くないんじゃないか。そんな気がするよね。まずいな、ハクパターンに合わせていろいろルアー揃えたのに、まさかのハクがいないってな。なんてこったい。川下っちゃったか。ちょっとね状況悪いんで、いろいろルアー変えて試してみましょう。ブローウィン、ブローウィン、ブローウィンです。しゃあ正面気味に投げてダウングロス。ベイトがいない時どうやって食わせればいいんだ。リアクション、でもリアクションって言ってももう真夜中だしな。活性が高いシーバスいるんか、果たして。イツキを狙うしかないな。この前もハクいなかったんだよね。それまでずっといたハクがこの間突如として姿を消したんですよ。なんで、理由わかる人います？それまで何日も連続でいたハクが一気にいなくなるってことあるのかな。全部シーバスに食われた。難しい釣りになるぞこれは。今までハクのボイルがいたからモチベーションを保てたものの、それすらないとなるとモチベーションが保てん。シーバスいないんじゃないかって思っちゃうもん。でもきっとこの辺にいたシーバスも同じことを思ってるんだろうな。あれ今日餌いねえぞって、なんでって思ってるよねきっとね。それともシーバスにはその理由が分かってそっちに移動したりしてんのかな。どうなんだろう。いやーどうしようかな。頼む、ボイル音が聞きたい。こまめにルアー変えていくしかねえなこりゃ。コスケを投げて様子を見ます。こいつで広範囲探れるんで、ひたすらいろんな場所探っていこうか。さあ頼む、ベイトよ出てこい。ただ巻きとトゥイッチを交えながら誘いかけてこう。こっちから魚にアプローチ。静寂だもん、水が何も起きてない。弱ったな。なんで、当然のごとく何の反応もありませぬ。どうしたらいいんだこういう時。ベイトがいない時の探り方がわからん。上手い人どうやるんだろうこういう時。表層にこだわりすぎとか。レンジを下げるか。表層に浮いてないってことは下の方にいるかもしんないもんね。ちょっとレンジ下げてみよう。新編ガルバ、こいつで違う層を探ってみましょう。よし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 、よいしょ、 OK。
よいしょ。よいしょ。よし。よっしゃ、オッケー。びっくりした。足元。オッケー。びっくり。よいしょ。おいで、よっしゃ。くった。うん。ガルバくった。ナイスサイズ。びっくりした。全然ボイルとかもなかったのにいきなりヒット。 OK、 出ておいで。よっしゃ、釣れた、よかった。おいら元気元気。よいしょ。ごめんね。よいしょ、綺麗だ。50センチジャストぐらいかな。よっしゃー、ナイス。よし、いいでしょう。よいしょ、オッケー。さあ返してあげよう。ありがとう。元気元気。よしよし、オッケー、上だ。よし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 、ありがとう、またね。よっしゃ、全然ベイト感なかったんですけど、ガルバがやってくれた。足元でいきなりコンコンと当たりがあって、軽く合わせたら乗ったよ。やったー、こいつです。ガルバよかった。今日はダメかなと思ってたんだけど、嬉しい。50ちょっとあって、なかなか綺麗なシーバスでしたね。嬉しい。あんまりにもいきなり来たからめっちゃ慌てちゃった。全然喋れなかったね、ファイト中。初めて釣ったこいつで、いやー、よくやった。あーにしても早い段階で食ったな。全然ベイトっけなかったのに、まさかの一発、嬉しい。現在夜中の1時半かな。今日はこの辺で帰りましょう。いやー嬉しい、ありがとうガルバ、助かった。ベイト系、まあ、ちょっとハグがいたけど全然追われてる感じがなかったのに、ガルバ遠くにポンって投げてゆっくり回したら足元で食いました。いやー嬉しい。とりあえず今日はこんなとこで終わりにしておきましょう。1本釣れたんでね、もう満足です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。